私どもホロニクスグループという大きなネットワークで健康、介護、医療などのサービスを中心に総合的な事業を展開しております。医療サービスを提供する医療法人医誠会は大阪を中心に9つの病院、6つのクリニック、6つの老人保健施設から構成されており、そのうち管理栄養士は9つの病院と5つのクリニック、6つの老人保健施設、合計101名在籍しております。平均年齢は29歳と比較的若い管理栄養士が多く、活気のある部署です。管理栄養士は食のスペシャリストとして患者さんの栄養指導、栄養管理、食事管理を主に行います。栄養管理部は人数こそ多いのですが、年齢の近い方が多く、とてもアットホームな雰囲気です。疑問に思ったことなども質問しやすいですし、とても人間関係に恵まれていると思います。私は病院の栄養士になるという目標を持っていたので、病院に絞って就職活動をしていました。その中でホロニクスグループを選んだ決め手は、急性期病院から療養型の病院、介護施設やクリニックなど様々な施設を経験できると思ったからです。管理栄養士は日々入院患者さんの栄養管理を行っていますが、中でも NST は一人の患者さんにチームで介入するとても重要な体制といえます。医師、看護師、薬剤師、言語聴覚士、臨床検査技師で NST のメンバーを構成していますが、多職種で介入することによって偏った視点からの評価を避け、さまざまな視点から導かれた栄養介入を実現できます。より良い議論、提案を行うためには専門的な知識が必要となりますが、その分学ぶことも多いです。患者さんの年齢や様態、治療方針は様々です。栄養のプロフェッショナルとして患者さんそれぞれに最適な栄養介入ができるよう心がけています。教育するにあたってなぜそうしなければいけないのかということも重点的に伝えております。ただ業務をこなすだけではなく、何のための業務なのかを理解することによって自身で考えて判断し行動できるようになると考えております。食事療法を実践するのは患者さんになりますので、患者さん一人一人に応じた支援を心がけています。また制限ばかりにならないよう代替案も合わせて考えられるようにしております。 NST は管理栄養士にとって重要な業務の一つです。 NST によって患者さんの栄養状態が改善することはとても素晴らしいことだと思います。また主治医に栄養療法について提案し採用された時は自信につながり、とてもやりがいを感じます。ホロニクスグループは高度急性期病院をはじめ多彩な病院や施設で構成されています。月1回の研修会で施設間の意見交換や症例検討を行っているため知見を広げることができます。また施設のいいところを取り入れることができるので、業務の効率化、質向上が期待でき、成長につながると思います。患者さんの栄養状態が悪いと回復が遅れることがあります。疾病の再発防止のために食事療法があります。患者さんの今と未来の健康のために管理栄養士は必要だと思います。栄養管理部の使命、健康に配慮した栄養食事指導の実践、安全で安心なサプリメントの提案、患者さんの生活に合わせた食事療法を提案し、より良い食習慣を目指し、心身ともに健康でいられることを実現します。また患者さんの健康状態に合わせたサプリメントを提案し、過剰摂取になっている場合には摂取を抑えていただくようお伝えすることもあります。病院で管理栄養士として働いていると日々学ぶことがたくさんあります。大学で学んだ知識だけでは実務をこなすことは難しいですが、学んだことは応用できるので自信にもつながると思います。
向上心があって患者さんのために一生懸命になれる方にぜひ入職していただきたいです。皆様のご応募お待ちしております。最後になりましたが、ホロニクスグループの新規プロジェクトをご紹介します。ホロニクスグループでは2023年10月に伊勢医会病院と城東中央病院を統合してベッド数560の伊勢医会国際総合病院を開院予定です。医療と劇場と AI とをテーマに高度先進医療、予防先制医療、医療ツーリズム、またにぎわい機能として劇場、カフェ、英会話教室などを備えたプロジェクトです。新病院は高度で先進的な急性期機能を有する病院ですので、管理栄養士の優れたスキルも求められます。このような新しい環境で一から知識や技術を習得することで、将来的にスキルの高い管理栄養士になれます。次の大きな目標に向かって共に活躍していただける方をお待ちしております。